アディ・シャミアは、イスラエルの暗号の研究者。ロナルド・リベスト、レオナルド・エーデルマンと共に、RSA 暗号を発明したことで知られる。また、ゼロ知識証明のファイゲフィアと、シャミア認証法でも知られ、暗号理論と計算機科学に様々な貢献をしてきた。テルアビブ生まれ。1973年、テルアビブ大学で数学の学士号を取得。 ワイツマン科学研究所で、計算機科学の修士号と博士号を取得した。学位論文のタイトルは、Fixed Points of Recursive Programs and the Relation in d i f f e r e n t i a l i g a a r d c a l c i a r s オンンウオーリック大学で1年間博士研究員として過ごした後、1977年から1980年にかけて MIT で研究を行った。 その後はイツマン科学研究所で数学計算機科学科で勤務。2006年からパリの高等師範学校でも教授を務めている。RSA 暗号以外にもシャミアの暗号関連の業績として以下のものが挙げられる。暗号関連以外の計算機科学分野での貢献として以下のものがある。ありがとうございます。